こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープ日本語で解説していこうのコーナーが始まります。やっていきましょう。トトロ大丈夫トロルのアースエレメンタリストでケーブルアドス進行でやってて、今は多くのコードを前回クリアしてダンジョン15階まで行きましょうといったところでした。よしょっと、強そうなモンスター来てなかった。マンティーコアが来てた気がするんだが、階段変えましょう。よっと、あはコロコロ、よいしょ。うわセントールだ。一旦逃げましょう。しっかり HP を回復して降りる、上げる、倒す、 HP 回復する、降りる、ブレードハンズになってぶん殴ってきましょう。ブレードハンドは威力弱いね。すぐブレード切れちゃうね。まあ今短期間で戦闘終わるから全然いいんでしょうけどね。もうちょっと上げてもいいのかもしれません。スペキアトランスミューテーションで上げてってもいいのかもしれません。あるいは素直にアンアムのコンバットを鍛えていけば別にそんなに気にするもんでもないのかもしれない。あーまあこれ6で止めますか。こっちは7で止めましょうか。こういう、ああいう連中にはダメージ当てていきたいよね。ニョロニョロっつって。おりゃおりゃ。あ、そっか。途中からごめん。ストーンアローにすればよかった。石じゃなくてな。実際に、魔法のアロー、魔法の石を投げつければよかったな。この辺りもちょっと落ち着いたかな。ちょっとわーって声出してみよう。あ、大丈夫そうだね。ちょっとこれ広い空間広がってて、若干いやらしいね。よっと、ああでもノールだったらノール程度に遅れを取る私ではないですよ。よいしょ、いいですね。ああワンドオブフレーム補充できますね。悪くないでしょう。んストームフォーム惜しいね。スタチューフォームと似てるからね。ストームフォームも別にありよりのありなんだけどね。なんだあいつ、クソファイアボール打ってきやがる。ファイアボールクソなんて魔法使いだ。よし、あ、なんか気づいてきちゃってるね。モンスター軍が来てますよ。大丈夫そうだな。ね、ここあれだね、なんか怖いね。なんかいるよここは絶対。もしもーし、あ誰もいねえわあ、宝物庫の入り口だったんだな。なんだなんだ、そういうことか。よし、いいでしょう。だいぶ来たね。もうあブレードハンド一発で倒した。怖いね。あ、まあ、6.2 アーマー 6.2 いいでしょう。でドッチング、ファイティング上げていくか。ちょっと待って、スペキャだな、スペキャだな。いや待って、エボケーションスもうちょっと上げるわ。アンアームドコンバッター、そしたら12で一旦止めましょう。さあ、ダンジョンは14階層目。お店とか出てくれるといいですよね。天狗倒しました。そしたら、インボケーションスあげるか。まあスペキャでもいいな。ちょっとスペキャからいきます。ちょっとあの魔法の能力の底上げを図っていきましょう。よいしょ、あ変身能力者だね。倒した。大丈夫、これなんか変わった空間な気がするよ。よいしょと、あそうでもないか。ただの、あじゃあなんか変身能力者のがまたいるよ。なんとかなったな。大したもんじゃなかったな。ポーションオブミューテーションは取っときますよ。よいしょ。うん、ここまで来ると特に喋ることなくなってくるね。順当に降りてってますよ。あ、どうですか、あのスタチューフォームとかはまあ出てないですね。出てないですね。あ、ストームフォームでもね、これね。はいはい。お、ヒドラが。よし、じゃあ頑張るぞ。ヒドラも、あの、あれですよ。ブレードハンドで殴ったらダメですからね。首増えちゃいますからね。じゃあ、ちょっとファイヤー、あれ間違った。こうだな。よいしょ。ストーンアローで。おりゃ。よし、倒しました。オッケーです。全然オッケーです。いててて、こんにゃろ、舐めやがって。おりゃ。よし。
じゃあ次の回いきまーす。ダンジョンは15階層目。アイデンティファイも全部使い切ったね。使い切ったってか、鑑定できるものは全部鑑定したね。わ、なんか来てるね。よしと。あいつバカじゃないのか。召喚してるのに戦闘で突っ込んでくるのはバカじゃないのかと。まあ仕方ないね。魔術師。なんか投げるもんないですか。おい。全然ダメだ。おい。よし。よし。ああ、アンアームドコンバット12。まあ止めますか。よいしょ。ああ、ヒドラだ。すまん。ヒドラ見逃した。そしたらね。3の杖。3の杖。ストーンアロー。ストーンアロー。おりゃ。ケチってもいけないんだけどね。ケチってもいけないんだけど。よしよし、まあ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 いいでしょう。醜き者、ちょっとワンドオブディグニングあっただろ。これでこっち折ってってよ。よっと。で、1対1の状況を無理やり作っていく。あー、いいですね。ストレングス、インテリジェンス、デックス、ここはストレングス上げましょう。これで近接戦闘がさらにパワーアップしていく。ブーメランで牽制しつつ、よいしょと。エボケーションス。ああ。6。よしと。スペーキャー5。一旦止めよう。ダメだ、疲れてきた。スローイングだな。スローイング10ぐらいまでいくと味が出てくるんだけど。よしと、あ、あとカワシミとかあげたいね。ちょっと待って、スローイングいいわ。カワシミあげるわ。あ、なんかモンスター群れが、あ、なんか結構たくさんいるね。ちょっと待って、待てオッケー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おい。俺、本格的に何も喋ることなくなってきたぞ。まあ、余計なこと喋んないから、いいのかもな。さあ、戻ってまいりました。では、アイテムを整理して、アトルーパとかこれ多分使わねえよ、もうこれ。ダメだ。ただ、このポイズンドダーツとかもだんだん使わなくなってくるが、まあいいでしょう。よいしょ。アムネジア。ああ、いいんじゃないですか。魔法忘れる巻物。いいでしょう。あ、これでアイデンティファイ全部鑑定し終えたそうです。アイテムを整理して、では、いや、これいいね。このリング。本当にいいですね。このプロテクションも外したいんだけど、今ちょっとまだアーマークラスが心もとないので、このまま行きます。では、行きましょう。ショールズとスネークピット。まあ、今日はスネークピットから行くか。まあ、どっちでもいいな。スネークピットの方が組みしやすい気がする。入りました。うぃ、来てるね。よいしょ。ガラガラ。石だな。あのブーメランもったいないよね。よいしょ。あー、全然攻撃力的には全然問題ないね。アグネース。やばいね。あ、待って、そしたらさ、これはさ、あ、MP 足りねえわ。ポーションオブマジック。ポン、飲んで、回復していくぞ。スローチ。これはみんな足早いでしょ、ここ。まあ、このな、ナーガは足遅いけど、他の連中はみんな足早いんだから、いくぞ。おい。もう一回。おい。あー、アグネスも死にましたね。ナイス。
いいんじゃないでしょうか。今のね、全然ケイブルアドスの進行値も下がってないですよね。そしてブーメランを拾う、気持ちいい。天然で落ちてるブーメランほど気持ちのいいものはないね。よいしょよいしょよいしょ、大丈夫か。一旦戻りながら行くぞ。よいしょよいしょ。ドッチング8、あー全然いいんじゃないですか。ボケーションス 7.1、 もうちょっとドッチング頑張ってみるか。そしたらファイティングも上げてってやろう。インボケーションスもさ、これ上げてっていいな。でもまだちょっとあの近接戦闘というか、こう今の生存に直結する何かを上げていきたい。今かわしみとかがいいよね。電撃耐性あるよね。ありますあります。じゃあ大丈夫。うい、よいしょ。よいしょ、いいですね。ちょっと待ってね、飲み物飲みます。うん、エボケーションス 7.3、 うん、悪くはないけどね。で止めとくか、いいわ。ファイティングドッチング、うん、なのでいいか。いやー、攻撃力は完璧だね。もっと攻撃力を磨いていこう。もう少ししたらまた、アンアームドコンバットを伸ばしていこう。あー、ディストーション武器だった。危な、これは危ない。あいつ倒すぞ。奥の。奥のあいつを倒すぞ。ちょっと待って。ほい、よし、来たな。並んでくれたんで、貯めといた3の杖をぶちかましていく。この陣形だとアイスブラストだな。あと一歩。どっちにするかな。アイスブラストにしよう。おや。よし、死んでくれた。OK です。危な。ごめん。気づかなかったわ。ぴょん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 飛ぶなって思ったら、歪曲の武器でしたね。アビスに送られて死ぬところでした。よいしょと。よいしょと。よし。ここもさ、こうやってわーって声出して来させて、あ、上げてもいいよ、こうやってね。よいしょと。うわー、バシーニャーが来たな。あー、今何装備してんだっけ。アミュレット・オブ・リフレクション、これはまあ最高悪くないんだけど、うん、どうしていきましょうか。接近したいよね。なんかあのバシーニアの眷属が来たな。まずこっちを倒していくぞ。あ、来たわ。バカな。じゃあもうここ頑張りましょう。で、ここはちょっと頑張るよ。ポーションオブマイト。おい。飲んで殴っていく。倒した。お、どうする？逃げるか。おい。よしよし。いいね、いい、悪くない、悪くない、悪くないよ。悪くない感じでしたよ、今のは。大丈夫だよ。また来るな、こいつら。頑張る、粘るぞ。接近して来い、来い。ダメだ。さあ、もう一回行くよ。あー、あげる。よし、よく行け。これはダンジョンクロールストーンスーププレイヤーに認められた正当な動きですからね。これは、いかなる、もう当局がいかなる工夫をしようと、俺はこのスタイルで戦ってっからな。
もう何十年、十何年俺はこの戦い方やってんだって。伊達にこの戦いやってねえからな、つって。だいぶ今、投擲も強くなってきたね。いいですよ。ブーメランでかなりいい感じでダメージ与えられてます。あ、そうだそうだ。ちゃんとさ、ストーンアローとかも使ってこうね。ブーメランもったいねえから。オッケー。どっちにかオッケー。じゃあね。ハングアームドコンバットまた上げるわ。強っ。うわ、よいしょ、よし、なんか変なことされる前に倒しちゃうぜっつって倒しちゃったね。よしと、強っ。ちょっとただ無駄な動きはしないようにしてこうね。この一歩の重みを忘れないでプレイしていきましょう。他のなんかオークとかのプレイじゃないんだからね。さあ、たくさん来たぞ。大丈夫か。ここだな。このガーディアンサーペント、ナーガを寄せてくるんだが、寄せる前に倒したのは OK です。よいしょ。あー、強い。いいですね。悪くないですよ。全然悪くない。よいしょ。いいですね。いいですよ。全然いいですよ。今回やや変則的なんですが、スネークピット普通私セオリーだと3階層目まで降りて浅瀬行って、浅瀬か、浅瀬だな、スネークピット3階層降りて浅瀬行って、それぞれの4階層目に行くように普段はしてるんですが、今回はスネークピット4階層目直接降りていこうと思ってます。というのも進行値が今たっぷり溜まってますから、スネークの大群の中でスローチを何発か打って進行値を若干こう6本から5本まで減らす可能性があるんですよね。ガンガンその神様の能力使ってやって、神様の能力が、使いすぎで、これなんていうんだ、進行値が6本から5本になった段階で別の方の枝ダンジョンに入っていこうかなって思ってます。それで、進行値をまた溜め直すと言いますか、していくということですね。だからこの今たっぷり溜めてる進行値は4階層目でぶっ放していくからな。いや、あるいはこう3階層目でもなんか囲まれそうだなっていうタイミングって絶対あると思うんですよね。そういう時に使っていきます。貴重な全体攻撃の機会ですからね、使っていきます。声出してさ、来ねえから来たな。あ、ブーメラン投げちゃった、もったいねえな。例えばこれさ、ここでさ丁寧にさストーンアロー打ってやるっていうのは手だよね。なんかたくさん来てんの。おい、ちょ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 、待って待って、これよくねえぞ。じゃあね、ここでワンドオブディグニングをおもむろに振ります。おりゃ、でここに入る。ちょい、杖、杖じゃねえ、長い武器持っているモンスターさえいなきゃ大丈夫。大丈夫だね。長い武器持ってるやついたけど変なタイミングで来たね。あいつもっと工夫して戦ってこいよって話なんだけど、まあいいでしょう。工夫して戦われたら俺が不利になるから黙っておこうみたいな感じでございます。お、どうですか。うわー、まだ出ないね。石像が出れば最強なんですけど。また飲み物飲みます。まあいい、炭酸水の1リットルをガブ飲みしてますわ。あ、ここいいね。この穴熊作戦できるね。OK、よいしょと。よいしょ。ここで声出して、こうだね。間に合ったね。強いから、ブレードハンドになって倒します。ファイティング11。もうちょっと伸ばしてやろうぜ。おー、ジャベリン気持ちいい。くっ。よいしょー、オッケー。うん、今毒耐性あるんだっけ。あ、あるね。3の耐性かぶってるよね、これね。3の耐性かぶってるよね。リングでさ、耐性3兄弟で出てるんだからさ。あー、なるほどね。
そしたらなんかな、こうなんか別のドラゴン側の鎧でもいいよね。ただあんまりいい鎧あんまり思い浮かばないな。カイトシールドオブコールドレジスタンス、盾はな、盾は全然装備する可能性はありますよ。今回はいいかな。よし、オッケー。じゃあ4階層目降りてってみましょう。ちょっとあのスローチ打てればいいんだけど、おなんとこんなタイミングで出ちゃいましたね。バザールが出ました。バザールでござる。ごめん、言っちゃった。これね、言わなきゃね、気が済まねえんだ。バザールでござる。じゃあ行きましょう。カニカニ、どこかに、これは敵の本丸だな。カニカニ、どこかに、ここか、あ、違う、こっちだ。これだね。どう考えてもこれだね。これがバザールだね。これだね。じゃあ上の方に歩みを進めていきましょう。お金は1292円、まあ行くしかないからね。モンスターは結構割ってきてるな。じゃあご飯スローズ打ちましょう。ドン、イエス、よしと、 OK だな。しっかり HP MP 管理して、よいしょ、いいっすよ。こっちだね。歩くスピード遅いからさ、ちょっと不安だよね。こっちで、あ、行けそうだね。よかったよかった。よし、じゃあいらない、アイテム欄は結構潤沢にあるから大丈夫だな。いきます。なんかさ、防具とかないの？クロークとかさ、いいやつ。なんだこの店は、ふざけやがって。どうですか？まあパラライシスね。ちょっと考えさせられます。あー、はい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 。あ、安いね。コンデンサーベーン、ドカベーン、ドカベーンは関係ないな。あー、これはダメだな、この店は。ただスレイングはあるけど、違うね。OK です。そしたら、これだわ。ボックスオブビーストと、いくら？ 760 円でしょ？こっちのコンデンサーベンは600円。若干金が足りねえな。そしたら安い方のコンデンサーベンはこう買うの確定。で、ブリンキングとかキュアリングとか、これとかこれは買う。あといくら残って？ 408 円。いや、ボックスオブビスト惜しいけど、まあ仕方ないね。OK です。あとは雑魚アイテムしかないからな。OK ですよ。じゃあ脱出。ああ、いい買い物できたんじゃないでしょうか。コンデンサーベーンはいいですよ、非常に。画面全体攻撃だしね。よしと。これしかもここはお店じゃないか。いいですね。あ、サラマンダー氏が守ってますけど。ブレードハンドになって突っ込んでいくと。ああ、いいです、いいですよ。非常にいいわ。いらないね。高っ、この店。なんだこれ。何考えてんだ、この店は。おー、高っ。高っ。あとさ、これなんか未鑑定の、このワンドないこれ。どうなってんのこれ。これ一気に買おうよ。あ、ダメだ。いや、何が出てないんだ、今まで。チャーミングだな、出てないのは。多分。買ってみよう。よし。あ、ポリモーフだったわ。安くなったぞ。ダメだね、魔法書。違うね。望んでた魔法と違うね。これ声出して、ブレードハンドで待ってやって、ぶん殴ると。うわ。大丈夫。まあ、英語は1対1で戦えるから、これ大丈夫でしょう。よいしょ。OK。さあ、これヘビ穴の、こう、本丸がもうちょっとしたらありそうですけど、大丈夫？油断したら死ぬからな。よいしょ。強っ。大丈夫。危ない。ちょっと今危なかったね。このアーマークラスじゃまずいのかな。いや、もうちょっとアーマークラスあっていいよね。ハットとかないの？ハット。ハット。あるじゃねえか。ちょっと待って、これ分かった、分かった。あのね、分かった。こんなものね、すぐ取りに行くわ。ダンジョンの9階にあるわ。ハット将軍。ダンジョンの9階に行きます。ちょっとこれはすぐ取ってくる。アーマークラスが足りねえ。よいしょ。ゴースト退治していきましょう。ここ？ここだね。
そうだわ。入りまーす。で、見てくれ、みんなこれ加速したり、そもそも速いモンスターが加速したりしてるでしょ。こういう時にスローチを打ちます。画面全体攻撃ドン。これでみんな死んでいくわけです。素晴らしいね。もう一回打つぞ。ドン。いいですね。これだいぶゴースト、ニューヨークの幻も大ダメージ食らってますけれども。あのストーンアローで牽制しつつ、ブレードハンドになって殴り抜ける。OK です。そして全然ケイブラドスの進行は大丈夫だね。ハット。ハットオブウィルパワー。これはいいですね。そして、マニュアルオブショートブレード。いらねえな。それは別にいらないぞ。OK です。よろしい。非常にいいですね。せっかくだからここ行ってみるか。ヒドラがいるんだよな、ここ。まあ行ってみましょう。ワンドオブディグニングで穴を開けます。ドン。で、どうするかっつうとな。まあ適当に打ってこうぜ。イモレーションあるの？あるけどタイミングが合わないな。わかりました。じゃあ、ワンドオブアイスプラス。これを、おりゃ。ワンドオブ3。あ、全員に当たるね。そりゃあ。オッケーオッケー。ジャベリンでもいいですよ。例えば。ジャベリン。これで貫通させてヒドラ狙うっていうのも全然ありです。ね、よいしょ。ヒドラ来てくれたね。じゃあ、ストーンアロー。オッケーです。倒せました。なんかいいアイテムありますか？全然ねえじゃねえか。どうなってんだ、ここ。もっといいアイテムなかったっけ、ここ。わかりません。まあいいでしょう。じゃあ、スネークピットにもう一度行きます。でも防御力アップしたね、これで。素晴らしいですね。2ポイントとはいえ、積み重ねが大事かなと思います。起こしましょう、これ。よいしょ。あれ、強いの来たね。よいしょ。来い。よいしょ。いや、ちょっとだいぶ食らうね、やっぱり。ながらじゃの攻撃は、苛烈だね。ちょっと待てよ。よし、危ないね。ちょっと今無理やり言ったけど、あ、これファイティング12、アンアームドコンバット15で止めましょう。いいわ、十分だわ。やべえな、ちょっと逃げるわ。テレポ。うう、やべえやべえ、こんなとこで死なねえぞ俺は。そいちょっと今何が悪かった？結構アイテム使っちまったな。ブリンキングも使っちまった。何悪かった今の。いやでも、もうちょっとやっぱりあれだね。敵モンスターを絞らないとダメだね。なんか、うまいところでさ、戦いたいよね。もうちょっと。ああ、じゃあ、ワンドオブディグニング作戦に出ますか。一番あっちゃいけないとこだった。こいつ強えな。この武器が強いのかな。なんだ、強かったよね、今ね。参ったね。参ったねっつってもな。ちょっと今のはあんまり、なんかこの後もさ、これ、今別に、ことさら武器が強かったわけじゃないじゃん、今のモンスター。あ、いかん。これはいかん。スローチ。ドン。もう一回。ドン。もう一回いくぞ。ドン。ダメだ。逃げます。逃げても逃げても倒すぞ。ワンドバイスブラスト倒したか。よし、やべえやつは倒した。さあどうする。ポーションオブキャンセレーション、ウィークは直したぞ。いや、今ダメだ、これはダメだわ。逃げる。ちょっとどうする、頭冷やすか。どうしましょうね。あれなんかさ、俺なんかさ、あ、これあれだ、ケイブルアドスの能力下がったわ。あまりに俺が スローチを使いすぎた関係で。ここはもう階段プレッシャー上げる。
卑怯とは言う前にね、この卑怯ではないからね、このプレイは卑怯ではありませんからね。おりゃおりゃおりゃ、なんつうことしてくんだあいつ。よし、よし。でもあれだね。あ、でもここいい、切りいいところかもね。ちょっとさ、進行値がさ、下がっちゃったじゃん。だから、こっから本丸行くんじゃなくて、ちょっと、とりあえずこっちの探索し終えた後、一旦やめましょう。で、浅瀬行きましょう。そのうち浅瀬に行って、またモンスター倒していれば、進行値も上がってくんじゃないでしょうか。あ、麻痺のワンドだ。いいですね。じゃあ一旦切ります。この辺で焦点を開き、また来週。